こんにちは。今回はタスカムのミラーレスカメラ対応 XLR マイクアダプター CAXLR2D の紹介です。しかも今回はティアック株式会社様の提供で可能になった動画です。ティアック株式会社様とティアックストア様にはこのような機会をいただき感謝します。カメラ用の XLR 入力としては DR70D やポータキャプチャー X6 などを使う方法がありますが、いろいろと設定や持ち運びが面倒だったり、撮影後の編集も大変だったりと、それなりに知識と労力が必要になってきます。今回紹介する CAXLR2D はミラーレスカメラに XLR 端子で外部マイクを接続するためのアダプターで、3つのバージョンがあり、そのうちキヤノンと富士フイルム版はホット集のデジタル端子から音声デジタルが入力可能になっています。デジタル入力を使って外部マイクを接続するカメラとしてはソニーのマルチインターフェース集が有名ですが、キヤノンと富士フイルムではこの CAXLR2D を使うことで外部マイクをデジタル入力で使うことが可能になっています。それにより高音質な動画撮影が手軽にさらに本格的に行うことが可能になります。それ以外にアナログ接続にも対応しているため 3.5mm マイク入力ジャックがあるカメラならそれらで使うことも可能です。今回は富士フイルム版を利用することができたので、富士フイルム XT4 を使って様々な場面で利用してきました。 XT4 は CAXLR2D を使うことで本体マイクと合わせて4チャンネルの録音が可能です。 XS20 やXH2S などでも4チャンネル録音が可能になっていますので、富士フイルムユーザーの方はご自身のカメラが対応しているか確認してみてください。今回は比較用にインプット2にソニー製の ECM-XM1 ショットガンマイクを接続して収録しています。今回外の撮影に関しては台風が近づいてきている時期で風が強かったり、まだ夏の暑い日でセミの声がかなりうるさかったりと、なかなか条件に恵まれなかったのが少し残念なんですが、いくつかの事例を撮影してきたので紹介できたらと思います。
私は今新宿の中央公園に来ていまして、こちらで CA-XLR2D を試していきたいと思います。マイクは Vlog 録音セットに同梱されている TM200SG に加えてソニーの ECM-XM1 をインプット2に接続しています。設置位置の関係で前後5センチ程度の距離があります。現在マイクまでの距離は手を伸ばした状態で約60センチといったところです。アッテネーターは 0dB、 ボリューム入力はオートで、ローカットはオフにしていますが、リミッターは入れています。周辺環境はそれほど騒がしくはないのですが、私の声はどのように収録されているでしょうか。私は今新宿の中央公園に来ていまして、こちらで CA-XLR2D を試していきたいと思います。マイクは Vlog 録音セットに同梱されている TM200SG に加えてソニーの ECM-XM1 をインプット2に接続しています。設置位置の関係で前後5センチ程度の距離があります。現在マイクまでの距離は手を伸ばした状態で約60センチといったところです。アッテネーターは 0dB、 ボリューム入力はオートで、ローカットはオフにしていますが、リミッターは入れています。周辺環境はそれほど騒がしくはないのですが、私の声はどのように収録されているでしょうか。私は今新宿の中央公園に来ていまして、こちらで CA-XLR2D を試していきたいと思います。マイクは Vlog 録音セットに同梱されている TM200SG に加えてソニーの ECM-XM1 をインプット2に接続しています。設置位置の関係で前後5センチ程度の距離があります。現在マイクまでの距離は手を伸ばした状態で約60センチといったところです。アッテネーターは 0dB、 ボリューム入力はオートで、ローカットはオフにしていますが、リミッターは入れています。周辺環境はそれほど騒がしくはないのですが、私の声はどのように収録されているでしょうか。私は今隅田川の川べりに来ていまして、こちらで CA-XLR2D を試していきたいと思います。マイクは Vlog 録音セットに同梱されている TM200SG に加えてソニーの ECM-XM1 をインプット2に接続しています。設置位置の関係で前後5センチぐらいの距離があります。現在マイクまでの距離は手を伸ばした状態で60センチといったところでしょうか。アッテネーターはマイナス 40dB、 ボリューム設定はマニュアル設定にしており、ローカットはオフにしてあります。そしてリミッターはオンにしてあります。周辺はそれほど騒がしくはないのですが、風が強いので私の声がどのように収録されているのか気になるところです。私は今隅田川の川べりに来ていまして、こちらで CA-XLR2D を試していきたいと思います。マイクはソニーの ECM-XM1 をインプット2に接続しています。設置位置の関係で前後5センチぐらいの距離があります。現在マイクまでの距離は手を伸ばした状態で60センチといったところでしょうか。アッテネーターはマイナス 40dB、 ボリューム設定はマニュアル設定にしており、ローカットはオフにしてあります。そしてリミッターはオンにしてあります。周辺はそれほど騒がしくはないのですが、風が強いので私の声がどのように収録されているのか気になるところです。それでは次に5メートルのケーブルをつけてカメラから離れて収録しています。マイクを直接持っているので
ハンドリングノイズなどは入っていませんでしょうか。長い XLR ケーブルを使うことで、こうやってカメラから離れた場所から収録することも可能になります。もちろんインプット3にワイヤレスレシーバーを接続すれば、ワイヤレスで収録することは可能ですが、有線接続であれば音質面であったり、接続の不具合などのトラブルは防げると思います。
Baby, simple love.
something for ya. I'm gonna show ya how we do it. I'm gonna do something for ya. I'm gonna show ya how we do it. I'm gonna do something for ya. I'm gonna show ya how we do it. I'm gonna do something for ya. I'm gonna show ya how we do it.Crying
いかがでしたでしょうか。富士フイルムのカメラでデジタル入力可能なマイクはあまり選択肢もなく、さまざまなマイクを使用することができる CA-XLR2D は富士フイルムの動画ユーザーにとってはかなり重宝するアイテムだと思います。ウィンドノイズは風の強い日などはスポンジのウィンドスクリーンではほとんど防げないので、こういった毛足の長いショットガンマイク用のウィンドジャマーを使ってみました。やはりこういったアイテムはいくつか用意しておいた方が状況にいつでも対応できるかと思います。 CA-XLR2D は Vlog 撮影だけではなく、音楽スタジオを使用した演奏動画やライブハウスのような場所でのライブ収録の配信など様々な場面で使うことが可能です。個人的には特にライブハウスなどで導入してもらえたら嬉しい機材ですね。ライブハウスなどは映像撮影のオプションなどがあるのですが、カメラが古いところも多く、音は良いけど映像が古臭いなんていうところが結構あります。正直私はそれもあって自分のカメラでいい音と映像で撮影するために機材を揃えてきたところがあります。ミラーレスカメラと CA-XLR2D を導入すればライブハウス側も良いオプションを提供できると思いますので、関係者の方にも声が届けばいいなと思います。もしくはお声掛けいただければ導入にあたっての相談も受け付けます。このチャンネルではカメラやオーディオなどの趣味や、私が本業としている IT のお役立ち情報などを発信していこうと思っています。少しでも気になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバイ。